どうもゼログネガシボリです本日は今週末に行われます東北ペットフェスに持っていく販売予定個体紹介をしていきたいと思いますえ今回の動画も事前売約可能ですので、えー、この動画を見て気になった個体がいましたらお問い合わせいただけますと幸いですえでは早速紹介の方をしていきたいと思いますまず1匹目にご紹介するのが GHI モハベのオスです、まあ、結構 GHI のコンボの中ではまあ鉄板コンボというかまあ有名なコンボだと思いますで GHI とモハベコンボになると まあなんと言ったらいいんですかね、まあ、こういうふうな、まあ、その激変するというか、ます、えー、まず、g 衛隊モハベの表現としては、まあ、このように、えー、柄が背中の柄が途切れつつ、えー、全体的に黒,い黒の面積が多くなって、サイドにこうっすらと、まあ、モハベっぽい模様がこう出るという、えー、表現が多いんですが、まあ、あのしばしばフルスライプになったりとか、スライプが強調されるような、えー、表現になることも。 えー、あります、まあどちらの表現も結構人気なんですけど個人的にはこのようなこの背中がしっかり途切れつつ、えー、不規則に乱れてくれるようなジいちゃんモハベが、えー、個人的には、えー、大好きなので今回は、えー、ストライプが途切れてるというか、えー、少し乱れた個体を、えー、セレクトして輸入しましたこの個体も結構途切れつつ、まあ、背中の途切れたそのストライプの模様がすぐかっこよかったんで、えー、入れてみました今回はねじいちゃいオスメスかな入ってるんで、えー、メスも後ほどちょっと紹介するんですが やっぱりこう個人的にはやっぱ途切れている模様の方がなんか今後のそのコンボの広がりというかこのモルフをかけていく楽しさはいろいろ広がりがあるのかなっていうので柄、えー、だけじゃなくてそういう意味を、えー、含めて僕は途切れた模様が好きですこの個体は GHI モハベのオスで10万円で販売予定です。 え続いてご紹介するのがジエイちゃんモハベのメスです、えー、先ほど紹介したオスと同じく、まあ、ラインが途切れている個体をセレクトして輸入したんですけどままあうり二つというか、まあ、そっくりな個体かなと思います、まあ、この個体も同じく、まあ、背中途切れつつ、えー、サイドにも柄が出ているというタイプですね、まあ、やっぱりこうフルストライプの個体も、まあ、結構統一感あって面白いんで僕うちにもいるんですけどやっぱりこうコンボしていくってなったら僕はこういう乱れたモル、えー、ジエイちゃんモハベが個人的には好きかなと思うので こういういのを好んで輸入しています、まあ、今年は、えー、とうちではジーちゃんモハベのアダルト何本かいるんですけど結構レオパードシャンパンとかシャンパン系かけて、えー、結構楽しみたいなと思ってます、まあ、ただジーちゃんモハベべ昆布は、えー、結構いろいろ楽しめるんでまあ,あの面白い、まあ、バナナとか面白いですし、まあ、パターンモルフかけても面白いんでまあいろいろ楽しんでいただけたらなと思いますこの個体はジチ h m モハベのメスで13万円で販売予定です 続いてご紹介するのがパンプキンパイのオスですパパンンプキンパイというのはイエローベリーパイの別名ですイエローベリーパイの特徴というとやっマダラのまだらのこの模様の中の色がますごい濃くなったりオレンジが濃くなったりこうより黒くなったり明るくなったり主にこのイエローベリー特有のギラギラした色になるんですがそれ以外の特徴としては以前にもご紹介したことあるかもしれないですけどこの模様の縁取りがギザギザします 普通のパイは、ね、もう少しこうグラデーションとまでは言わないんですけどもうちょっとふわっとした縁取りなんですがパンプキンパイになるとかなりギザギザした、えー、縁取りになります結構この答えは分かりやすいかなと思います、まあ、かなりハイホワイト寄りの答えで、えーまあ、もう1本お酢がいます、えー、今回は日本、えー、宮城に持っていく予定です この個体はアイラインもつながって結構かわいいんじゃないかなと思います、まあ、パンプキンパイってまず名前がかわいいですねそのなかなかあのパンプキンパイって別名名,名名した人はネーミングセンスあると思います結構パンプキンパイは僕はイエロービリッパイって呼ぶよりもパンプキンパイって呼ぶうが好きなので、まあ、基本的にパンプキンパイと表記していますこの個えはパンプキンパイのスで15万円で販売予定です え続いてご紹介するのがレオパードスパイダー TSK アザン、えー、ポッシブルヘテロジェネスとのオスです、まあ、スパイダーと、えー、レオパートがコンボになるとまあ、基本的にこのように、えー、スパイダーのラインの太さはあんまり変わらないんですが、えー、なんて言ったらいいんですか模様がこうしっかりあんま鋭さがなくなるうか模様が細いんですけど、えー、スパイダーのようなこの鋭いこう模様ではなくもう少しこうしっかりとしたライン状の模様が、えー、不規則にまあ乱れた、えー、レオパードの特徴として出ます レオパードスパイダー自体がシングルのスパイダーよりも結構黒黒とした濃い色になるんですがこのことに関しては TSK アザンのホモ化しているので、まあ、よりそのレオパードが入っていることによって濃い色がアザンになっても表現されているのかなと思います。 もともとシングルのアザン、まあ、どうしてもブラウンアウトするんですが、まあ、アザンスパイダーになるとまあより個人的にはブラウンアウトしにくくなると思ってるんですがそこにもより黒々とさせるレオパドが入ることによってこの個体はかなりブラウンアウトしにくい個体なんじゃないかなと個人的には思います、まあ、あとはまあポッシブルヘテロジェネストの負け付きなんですけど、まあ、ジェネストっていうのはまあジェネティックスライプで、まあ、G スライプとかジェネストとか表記されるときは GS とか表記されるんですけど、まあ、もし入ってたら、まあ、あジェネストアザン スパイダーとか狙えるんじゃないかなと思いますまずジェネス・スパイダーが普通のジェネティックスライプよりもラインがかなり細くなりつつわりとこう日本線の細い日本線のように見えるコンボというか,というか表現なんですがそれがアザンになると結構綺麗になるんじゃないかなと思います、まあ、将来的にはそこにレオパードも入れることによって、まあ、あんまり見たことのないようなコンボを出せるんじゃないかなと思いますこの答えはレオパードスパイダー TSK アザンポッシブルヘテロジェネティックスライプオスで21万円で販売予定です え続いてご紹介するのがオレンジドリームバンブルビー TSK アザンのオスです、えー、オレンジドリームに、えー、バンブルビーバンブルビーとはパステルスパイダーのベース名ですね、えー、バンブルビーになると普通のスパイダーが、えー、かなり明るくなりますパターンはそれほど、まあ、少しだけ美人になるぐらいとほぼ変わらず明るくなるんですが、えー、そこに、えー、アザンが入ることによって、えーよ,りえー、よりというかものとになりますねものとになってこう美しいこう、えー、白いバンブルビー になりますでそこにドリームが入ることによってさらに透明度が増して、えー、下半身というか尻尾に向かってより柄がすっきりしつつ、えー、明るい色になっていきますもうこの個体は、まあ、もう説明どこいらずもう最高に綺麗個体かなと思います、まあ、オレンジドリームバンブルビーと呼んでいるんですが、まあ、呼び方変えるとパステルドリームビーと呼びますねあのオレンジドリームスパイダーのこと別名ドリームビーと呼んで、まあ、パステルドリームビーと呼んでもいいかなと思います、まあ、同じく先ほどと同じく TSK ラインですね あのアザンはまあご存知の方も多いと思うんですけどライン間の互換性が基本的にないので、まあ、TSK アザンで、えー、今後ブリーディングをもしされる場合は同じく、T、相方も TSK アザン系のホモもしくはヘテロをかけないと、まあ、ホモは出ないです、まあ、顔も最高に可愛いですねやっぱりアザンスパイダー系、まあ、バンブルビアザン系などは、まあ、もちろん繁殖で使われる方はもちろん、まあ、ペットとしてボルパイソンを買われる方にも大人気のコンボで当店でも結構人気のモルフです この答えはやっぱり普通のアザンバンブルビーに比べるとかなり透明度が高くて明るい美しいコンボ答えかなと思いますこの答えは OD バンブルビー TSK アザンオスで19万円で販売予定です続いてご紹介するのがキャリコマルディグラのオスです、まあ、キャリコマルディグラなのでキャリコとエンチフリーウェイですねエンチフリーウェイ別名マルディグラと言います、まあ、当時 YouTube チャンネルでも何度かご紹介したことがあるんですけども個人的にも大好きなフリーウェイコンボです まあそこに、えー、キャリコが入ることによってもうまさしくキャリコのサイドの市場上,上がりというかもう相性抜群の、えー、フリーベーコンボかなと思いますこのサイドから腹、えー、側からサイドに向かって白上がりしつつサイドも、えー、通常のマルティクラだったらもっとオレンジ割と一色なんですけどそのキャリコ入ることによって白からこのオレンジの間の色というかこのグ,ラグラデーションというかそのなんていうのブラッシングというか、まあ、すごいサイドをしています、まあ、キャリコ自体が 個人的にはフリーウェイとあんまり相性良くないかなと思っていてなぜ、まあ、かというとやっぱりフリーウェイ自体が、まあ、スーパーアスファルトまで行くと、まあ、もあのフリーウェイ自体がサイドが結構。 消失気味なんサイド消失気味のモルフとサイドを白上げするようなキャリコってあんまり相性良くないかなと個人的に思ってたんですけどこのことに関して言うとエンチが張ることによって、まあ、相性抜群の見た目になっていると個人的に思いますやっぱりエンチとキャリコ、まあ、シュガも同じくですけど相性抜群ですね単純なエンチキャリコだけでもかなり綺麗ですやっぱりキャリコっていうのは、まあ、パステルとかエンチとかとは相性僕はかなりいいんじゃないかなと思ってます まあ、この個体も最高の色ですねやっぱり、えー、延長入ってくれることによってもうすごい表現というか、まあ、見たことのないような色と、えー、パターンをしていると僕は思います、えー、この個体はキャリコ・マルディグラのスで48万円で販売予定です続いてご紹介するのがオレンジドリームヘテロジェネティックストライプのメスです、まあ、オレンジドリームに、えー、単純にヘテロジェネスとのメスなんですが、まあ、ご覧の通り、えー、かなり綺麗な個体ですで 個人的に僕は今まで見てきたシングルのオレンジドリームの中ではもう一番のまあ色というか、色で言うともう一番かなと思うんですけど、まあんまあかなり綺麗で、なんか一種他のモルグ入ってるのかなと思ったんですけど、まあ僕はシングルのドリーム、オーディエンチではないとこれは思うんでん、まあシングルのドリームだと思うんですけど、 かなり綺麗な個体ですね。まあ、一応、インボイスはオレンジオリウムヘデロジェネスとメスで入ってきたんですが、まあ、シングルドリームにしたらかなり綺麗な個体かなと思います、まあ、ある意味、ここまで綺麗かったら逆にシングルであってほしいんですけど、うんまあ、サイドもこんな感じで尻尾、まあ、あに向かって明るくなりつつ、まあ、オレンジも濃い個体でお腹もやっぱこういう風にドリーム特有のすっきりした感じですね、まあまあ、本当に綺麗な個体かなと思います。 もしこの個体でなんか何か入ってるかなとかこうご覧になっと思う方いたらちょっとコメントいただけたら嬉しいんですけどもう僕はシングルドリームかなと思うんですが、まあ、かなり綺麗な個体だと思います、えー、この個体はオレンジドリームヘテロジェネティックスラブプのメスで7万5000円で販売予定です、えー、続いてご紹介するのがスーパーエンチ GHI アスファルトのメスです、まあ、少し育った個体です まあ、あのスーパーインチに GHI アスファルト、まあ、正直、まあ、見た目どうこうではなくてもこのモルフ名というか、まあ、スーパーインチ、GHI アスファルトのメスって、まあ、あのアスファルト系、フリベ系好きな方でしたらもう完全に。このあのあ 興味を引くインボインスとといいうかかモルフ名かなと思います僕も正直、この個体まあ最初、まあもちろんあの写真見て輸入したんですけど、まあ、モルフ名見た瞬間にもう即決でもう値段関係なく買うってうぐらい即決した個体です、まあ、僕もアスファルト系大好きで、マルディグラ、フリーウェイ、チャーマルディグラとかもう大好きなんで、まあ、この個体もうんまあ、ほとんどなんかキープ用というか、まあ僕が気に入って入れたわけではあるんですけど、まああの今のところまだ販売はしています。 まあ、GHI エンジ自体が、まあ、僕もあの、GHI エンジ自体が僕も、優勢ンボの中ではかなり大好きなコンボなんですけどそこに、まあ、エンジがスーパーパ単位になってアスファルトも入っているということでもう最高のまあスペックともう見た目と、えー、将来性のある古代なんじゃないかなと思いますサイドはこんな感じですねやっぱりスーパーエンジなんで普通よりも普通の GHI エンジよりは、えー、やっぱり表現が違うというか、まあ、より金色の面積も大きくなってて、まあ、模様的にはリデュースかなと思いますでもやっぱり まあアスファルトの影響ももちろんあるんでしょうけどサイドもこう尋常じゃない柄というか表現というかしてますねもうなんか言葉で表せないような、えー、サイドをしているかなと思いますでお腹側がはこんな感じですね、まあ、やっぱりアスファルト、まあ、やっぱり GHI エンチンまでいくと、まあ、お腹にはっきりと出にくいかもしれないんですけどやっぱこの答えに関しては結構お腹柄出てるかなと思います顔もかっこいいですね、まあ、やっぱり GHI エンチまあスーパーエンジンなんでかなりキリッとした目をしていると思います この個体はスーパーエンチ GHR スパルトメスで40万円で販売予定です。続いてご紹介するのがスーパーバニラのオスです。まあ,あのモルフ名通り、まバニラのスーパータイですね。 まあ、バニラとバニラ、えー、か,かると、えー、こういうい風な見た目のモルフになりますバニラと、えー、ファイヤーがかかるとバニラクリームというスーパー体で、あのー、以前、あのー、レオパッドバニラクリームの氷柄のボールパイソンの、えー、YouTube 投稿したんですけどあの時に、えー、クラッチメイトでも言いましたけど、まあ、バニラクリーム系のコンボですね、えー、あれが、まあ、バニラクリーム系のコンボなんですがこれはそのバニラ同士のスーパーバニラですね、まあ、バニラクリームと何か違うかというと、まあ、単純に言うと濃いですね 色が濃いです、その暗色部というか、えー、黒い色の部分が濃く、えー、柄がしっかり出るというか、まあ、パキッとしつつ全体的に黒いという感じです、でも頭はしっかり抜けるというところが、まあ、スーパーバニラの美しい、えー、ところかなと思います、ここまで体黒いですけど、頭はこうスーパーパステルなどとは違う特有の、えー、抜け方をしますね。 まあこのスーパーバニラをもし繁殖に使うと子供にもちろんえ確定でバニラが遺伝するのでまあバニラクリーム系もしくはスーパーバニラ系のコンボを狙っている方などいましたらまあ繁殖目線で見てもかなりえ使いやすいというかまあ強いオスかなと思います、まあ、例えばですけどまあこの個体にまあメスまあレオパ単純なレオパードファイヤー,えーかけることによってまああの以前、動画にも登場したようなまあレオパードバニラクリームですねえーを出すことができます 確率的に言うとレオパードファイヤーをかけると、えー、4分の1かな4分の1でレオパードバニラクリームを引くことができます、まあ、やっぱりもしこの表柄というか細かい柄下レオパードバニラクリームを出す場合はなるべくやっぱ細かいレオパードファイヤーのメースを探していただくのがいいかなと思いますこの個体はスーパーバニラオスで9万円で販売予定です最後にご紹介するのがブラックヘッドレオパードモハベパラドックスヘテロラベンダーポッシブルアスファルトのオスです、まあ、少し育った個体で、まあ うん、説明というよりも,もうこの見た目を見てほしいんですけどすさ、まあ、まじい見た目をしてますの、ね、で、まあ、パラドックス個体ですこの個体は、まあ、今はヤングになってるんですけど、まあ、ベビーの頃からは僕はこの個体の存在は知ってて、まあ、ただ売りに出されてなかったので、まあ、欲しいなと、えー、ずっと思ってたんですが今回輸入するタイミングで売りに出されてたので、まあ、迷わず、えー、買いましたすさまじいパラドックスですね まあこの答えベビーのこぱはラベンダーのパラドックスなのでもっとあの名色部がオレンジ色だったんですけど、まあ、それがブラウンアウトして、まあ、薄くなってもやっぱりさまじい見た目をしますます、あ、顔も神々しいというか、まあ、見方によってはすごい可愛い顔してるなと思うんですけど、まあ、ブラックヘッド系のコンボでこんなに頭の色が明るい、えー、コンボもあんまりいないかなと思いますでなおかつここののなんんて言ったらいいんですかねこのラベンダー色の部分がパラドックスなのかこの黒い暗色部の ブラックヘッドというか、のその色がパラドックスなのかっていうのは、もうちょうど半々ぐらいなんでね、どっちがパラドックスの部分かっていうのは言い切れないんですけど、見てもらっら分かるとおり、この黒い部分のパラドックスの色めちゃくちゃ濃いですね、やっぱラベンダーとこのブラックヘッドのパラドックスというか、どっちがパラドックスなのか分からないですけど、すさまじいパラドックスかなと思いますま。結局は、のこの答え、インボイスというか、表記が、ヘテロラベンダーなのは、結局はパラドックスなので、 まあ、ラベンダーホモだという、まあ、ラベンダーの色は出ているもののラベンダーのホモだという、えー、断言ができないというか確証がないので、まあ、ヘテロラベンダーにエーブリーダーが表記をしたのかなと思いますあとはポッシブルアスファルトですけど、まあ、ここまで凄まじいこう激しいパラドックスの状態から、まあ、アスファルトを見抜くのは至難の業かなと思いますブラッケットレオパードモハベ、えー、ヘテロラベンダーポッシブルアスファルトもうモルフだけ見てもまあかなりははは高スペックな、えー、オスかなと思うんですけどそういうのを差し引いても あのー、もう最高に可愛い見た目でしたヘビなので、まあ、単純にペットとしても最高の個体かなと思います、まあ、僕もこういう個体、まあ、僕何だかだパルドックス大好きなんでしばらく売れなかったらキープしたいなと思ってますこの個体は、えー、ブラックヘッドレオパードモハベパルドックス、えー、ヘテロラベンダーポッシブルアスパルトノースです100万円で販売予定ですこんな感じで本日は今週末に行われます東北ペットフェスに持っていく販売予定個体紹介をしてみました 東北ベッドフェスは、4、ま、割、あ、何度か開催されているのは僕は知ってて、ただ、なかなかタイミングが合わなかったりで出られなかったんですけど、まあ、やっとこう出店かなったというか、まあ、出られることになったので、まあ、今回はあの初めてですね、初めて東北のベッドに出るんで、まあ、すごい楽しみにしてるんで、まあ、東北の皆様とお会いできることを楽しみにします。 でまあ、あの冒頭でも申し上げました通おり、まあ、この動画に、えー、登場して、えー、もし気になった答えがいましたら、まあ、この動画投稿以外でもその,あの概要欄に貼っているブログの記事から、えー、今回の販売個体リストがあるので、まあ、気になることいましたらお問い合わせいただけますと幸いです、えー、それでは会場でお会いしましょう良いボールライフをフ